再来年 MRJ を最初に導入する全日空では関係者が歓喜の声を上げました。羽田空港の中にあるこちらの会議室では開発に関わった全日空の職員の皆さんがその瞬間を待っています。さあ、いよいよ離陸の瞬間がやってきました。拍手が起こりました。羽田空港内の全日空では MRJ の開発に関わった社員が初飛行の瞬間を見つめました。全日空は世界で最も早く25機の購入を決めていて、グループ企業の ANA ウィングスが2017年にボーイング737の後継機として1号機を国内線で就航する予定です。